ちょっとすいません。はい。この表札はなんて？田島さんですね。そうですか。山本さんのお宅に行きたいんですが、何分目が悪くて。わかりました。俺が探してきます。この先の公園で待っててください。すいませんね、ご親切に。よろしくお願いします。直行、よう。今いいか？ああ、もう大丈夫なのか？ああ、それより、あの日、黒い服の男を見なかったか？黒い服か。見てないな。そうか。誰か、黒い服の男のことを知ってそうな人って。そうだな。あ、桜ヶ丘のおばさん連中なら何か知ってるんじゃないか？公衆電話の横の空き地でよくくっちゃべってるだろ？聞いてみろよ。そうだな。山岸さん。おお、りょうくんか。腰の方はもういいんですか？ああ、かなり良くなったが。なぜそれを？車にはねられそうになったって近所で聞きました。めぐみちゃんかすみやさん。しかし、とんでもない奴じゃった。その時のことを聞かせてください。桜ヶ丘公園の角を猛スピードで黒い車が走ってきての、ドブ板の方へ走っていったのだ。黒い車、ナンバーとかは？何しろ、あの雪じゃったからな。深くにも転んでしまって、それどころではなかった。そうですか。山本さん家は見つかりましたか？いえ、それがまだ。もう少し待っててください。この辺だと思ったんですが、申し訳ないですね。ここじゃないな。山本、ここだな。おばあさんを連れてくるか。おばあさん、見つかりましたよ。そうですか、ありがとうございます。ここです。どうもお忙しいところをありがとうございます。じゃあ俺はこれで。今時珍しい優しい子だね。